オリンピックまであと1年です夏以降2回目のチケット抽選が予定されていますがチケット抽選に便乗して個人情報を抜き取るショートメッセージがスマートフォン宛てに送られていることが今月わかりました実際に送られてきたメールがこちらですメッセージの中の URL がポイントです 情報セキュリティの専門家によりますと、個人情報を抜き取るフィッシング詐欺の手口だということです。URL をクリックすると、競技一覧のページが表示され、Apple ID とパスワードなどの個人情報の入力を求められるページにつながります。ここで情報を抜き取られます。さらに、75万円以上する記念の杯を無料で受け取ることができると偽って、 名前や送り先の住所などを聞き出すページもあります画面右側が実際の販売ページですがそっくりに作られていますこれらの偽メールを見破る一番のポイントはこちらオリンピックチケットで URL クリックは詐欺です大会組織委員会は詐欺による被害を防ぐため抽選結果の連絡メールに URL を記載することはありません 警視庁では引き続き注意を呼びかけています。